初心者の初心者による初心者のためのクラクラ実況。ということで、きょうきです。あのですね、今回はクランの城の重要な性について言っていきたいと思います。クランの城というのはですね、まあ、援軍ためられますよね。で、私ちょっと端っこ気味になってんですよ。多分ここら辺にアーチャー1体置かれたら援軍出ちゃうんでダメなんですけども、まあ、まあ私のですね、あ,あ、違う。えー、まあリーグの、まあゴールドリーグ2の まあ一番上の方をちょっと覗かせていただくんですけれどもはいこのようにえー、クランの城が一番真ん中に設置されていますこれ非常にいいねいい感じですよねあのこの方は、まあ、タウンホール8で私と一緒でうんあの完全につられないようにしてますねもう完全にこのクランの城の範囲が壁の中になっているので まあこのののクランの城の配置的にには非常にいいと思いますこれなんで釣られないようにしなくちゃいけないかというとあの要はねジャイヒーとかで攻めていってあのもし中からアーチャーが出てきたらするじゃないですかそうするとヒーラー落とされる可能性っていうのが出てくるわけですよね本当にジャイヒーやってる時とかに本当アーチャーが出てくると結構嫌なんでしかもやられちゃうんでねジャイアントなのでやはりこうなるべくクランの城はなるべく真ん中に。 起きたいところでありますねそうすることによってその防御の幅が非常に広、まあ、こんうん防御の幅が非常に広がると思うので基本的にバーバリアンキングとあのクラーの素人のモンスターっていうのは非常に釣られやすいのでつ、まあ、るというのは、まあ、皆さん分かると思うんですけどここら辺にア,アーチャーを1体ポンと置いてそうするとみんな出てくるんで出てきたところをまあライトニングでぶっ潰したりあのアーチャーで囲んだりして倒すという戦法が釣るということです。まあ まあ、そういうようにしてまあ蔵の城は真ん中に置いた方が強いということがでもまあ真ん中に置くとねまあ、防衛面で非常にうんまあ、それはちょっと自分の村と相談してねやっていただけたらなと思います本当真ん中にすることによって防衛の幅が広がるという話でした、えー、ご視聴ありがとうございました。